意味がわかると怖い話、交差点です。それではどうぞ。昼休み、会社を出て、昼食を食べるために、自転車でぶらついてた。毎日仕事ばかりで、疲れを感じながら、交差点を横切る。ふと信号待ちをしている。二人乗りのバイクのカップルが、目についた。大きなリュックを背負った男と、栗色の長い髪をした美人な女だった。これから二人でキャンプにでも、行くんだろうな。羨ましい。そんなことを考えながらも、寂しい俺は昼食を目指して、自転車を漕ぐのだった。それでは解説です。バイクの男はリュックを背負っているから、普通は後ろに人は乗りにくい。にもかかわらず、違和感なく乗っている。しかも、栗色の長い髪と髪型がわかっていることから、女性はヘルメットをしていない。バイクに乗った男に、女の幽霊がついていた。なるほど。これは盲点でしたね。それではまた。